藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 Gスカイ FM 島田大きな皆様こんばんは。10月26日水曜日、時刻は19時30分、 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC の時間がやってまいりました。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎でございます。そして本日も私をいろいろとフォローしてくださるのはこちらの方です。はい、藤枝前 FC 広報の伊藤咲です。はい、本日も藤枝前 FC 広報伊藤さんがパートナーを務めてくださいます。ゲストの選手への質問メッセージなど番組中でも構いません。皆様どんどん送りください。伊藤さんお願いします。はい、メールの送り先は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は 054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは前回放送から今日までの間に行われました試合結果情報をお届けいたします。前回の放送から今日までの間にリーグ戦2試合行われました。まずは10月16日日曜日、第29節アウェーゲームのカターレ富山戦、富山県総合運動公園陸上競技場で行われまして、こちら久保東次郎選手のゴール、そして岩渕亮太選手の2ゴール、さらに杉田正彦選手のゴールで4対1で勝利しました。そして翌週10月22日、この前の土曜日ですね、第30節ホームゲームテケバジャウロ宮崎戦、藤枝総合運動公園サッカー場で、こちら岩渕亮太選手のゴールにより勝利が近づいたかと思ったんですけれども、残念ながら後半に追いつかれてしまいまして1対1の引き分けということになりました。カタレ富山との試合ね、この須藤監督の下では実は唯一一度も勝ててなかった相手になるわけですけれども、まあ、見事に勝利したということで素晴らしいですね。さあ、そしてまあ宮崎戦はね、あの皆さんもご存知だと思いますけれども、工藤正人選手があの前日に亡くなったとかということもありましてですね、非常にちょっと難しい試合ではありましたね。ただまあ連勝が止まったとはいえ10戦連続で負けなしという状態ですので、素晴らしいですね。好調が続いております。ここから先も勝ち続ければいけるんじゃないかななんて思いますけど、まあ、まだねそんな甘くはないですしね、はい、す油断はできませんよね。残り4試合もありますからね。はい、はい、ということで今日も J3 リーグ藤枝前 FC 徹底応援番組東本前 FC スタートいたします。今日のゲストは岩渕亮太選手と渡辺亮選手です。藤枝前 FC の J2 昇格目指して一緒に盛り上がってまいりましょう。藤枝前 FC 徹底応援番組東本前 FC。この東根前 FC では毎回藤枝前氏のどなたかにゲストとしてご出演をいただいてお話を伺ってまいります。というわけで今日のゲストのお二人から自己紹介をいただきましょう。お願いいたします。背番号8番フォワード岩渕亮太です。はい、よろしくお願いいたします。そして背番号38番渡辺亮です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日のゲストは藤枝前 FC 背番号8番フォワード矢渕亮太選手、そして背番号38番フォワードの渡辺亮選手です。渡辺亮選手はね、このスタジオに来ていただくのは初めて、はい、そうですね、初めてですよね。はい、まあ、岩渕選手2回目になりますのでご存知かと思いますが、はい、渡辺亮選手ご存知ないのでちょっと説明をさせていただきます。はい、実はこの番組イエローカードというルールがございまして、はい、何ですかそれは。あまり番組中にノリが悪かったりですとか、はい、適当なことばっかり言ってたりするとイエローカードが出ます。はい、でイエローカードが出た場合はですね、こちら の YouTube 用の動画に向かって後ほど一発芸を披露していただくことになりますので、はい、いいルールありますね。もしかして披露したい。いや、まあそうですね、はい、披露したいです。おお、本当ですか。冗談です。まあでもね、積極的に参加していただければ全く問題ありませんので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはプロフィールの方から紹介させていただきます。矢渕亮太選手は1990年4月26日生まれの32歳、東京都出身。2018年に藤枝前 FC に加入し、今季で5シーズン目というプロフィール。そして渡辺亮選手は初出演なので少し詳しくお伝えしますが、
1996年10月25日生まれの26歳、東京都出身、産業能力大学卒業後の2019年にアスルクラの沼津に加入、そして4シーズン目にあたる今年の7月に藤枝真由志へ完全移籍で加入というプロフィールで、お二人とも間違いないでしょうか。はい、はい、間違いないです。よろしくお願いします。さあ、今誕生日をお伝えしましたが、渡辺龍選手昨日お誕生日だったんですね。そうです、おめでとうございます。ありがとうございます。何かこうご自身でお祝い的なことしたりとかはしました？自分への誕生日プレゼントで洋服をちょっと買ってきました。はい、そうなんですね、はい、それは昨日当日に買いに行ったっていう感じですか？そうですね、前日だったんですけど、はい、1日早めの、はいはいはい、誕生日プレゼントで自分にご褒美買ってきました。なるほど、じゃあ大事にしたいですね。はい、大事にいきます。はい、いいですね。さあ、お話いろいろと伺ってまいりますが、まずは今季ここまで、まあ、お二人ともフォワードということもありますので、印象深いゴールシーンを教えていただければなと思うんですけれども、岩渕選手から教えていただけますか。はいはい、先日の富山戦の1点目ですね。まあ亮がね、はい、出場停止で、はいはい、まあ、チームもすごいいい流れで来てた中で、あの自分がこう寮に変わって出るってとこで結構プレッシャー感じてて。あ、そうだったんですね。そうですね、まあ、昇格争いの真っ只中だし、ここで、まあ、流れ止めるわけにいかないなっていうのは考えてたんで、まあ、その前に東次郎が1点決めてくれて、だいぶねこうチームとして楽になってたところはあるんですけど、はいはい、まあ、その流れで自分も一発取れて、うん、だいぶ力が抜けたし、まあ、その後の点とか、はいはいはい、あの先週の宮崎戦のゴールにつながっていく、こうなんか足がかりになった一点だったんじゃないかなって。矢部選手ここ2試合でね3得点ですもんね。そうですね、素晴らしい、まあ、そういう意味でも、素晴らしいですね、そういう意味でも大きい印象に残ってるゴールです、ね。はい、特に1点目結構スパーンと決まりましたよね。そうですね、もう思いっきり切りました。うんうんうん、狙い通りっていう感じ。まあ狙い通り、まあそうですね、もう決まれよっていう。時間帯もね本当に良かったですしね、素晴らしいゴールでしたよね。そうですね、はい、さあ、そして渡辺亮選手はいかがですか。はい、僕はちょっと前の試合になるんですけれども、はいはいはい、SC 犠牲の自分で PK をもらって、はいはい、移籍後初ゴールっていうのが、一番印象に残ってます。やっぱり初ゴールっていうのは結構記憶にも残るし、気持ちが楽になったみたいな部分もあったりしますか。そうですね、やっぱそれまで試合に出させていただいてた中で、まあ、チャンスがある中でこう決めきれてないシーンが多くて、まあ、自分の中でも少しプレッシャーに感じてた部分があったんですけども、うん、まあ、それをうまく力に変えることができた試合だったので、まあ、それが一番印象に残ってます、うん。はい、でもねホーム初ゴールもありましたよ ね、はい、ね、あの日ヒーローインタビューしたかったんですけどね。いや、まあまあまあ、あの日は横山ということで、はい、あの PK をご自身がもらって、はい、横山選手に PK のキッカーを譲りましたよね、はい、あれはどういった理由で。彼が9点取ってて、はいはい、2桁目前でちょっと足踏みしてて、はいはいはい、まあ、彼の中でもこうプレッシャーに感じてる部分っていうのはすごい感じてたので、まあ、彼が点を取ることによってまあ、チーム自体がもっといい方向に行くと思いますし、うん、自分のところにもっといいボールが出てくると思ったので、ぜひっていうことで。素晴らしいですね。結構そういうやつなんですよ。あ、そうなんです、僕意外にそういうやつなんですよ。見た目こんな感じなんですけど。自分で言っちゃった。そう、自分で言っちゃったんでちょっと台無しなんですけど。実は、はい、ね、はい、そうなんですよ、まあ、でも本当にそれでチームがこうまたいい流れになったので、僕も今度はもっともっとゴール取りたいと思うんで、うん、はい。確かにあのおっしゃってた通り、その横浜選手はパスを供給する側の選手でもありますから、はい、そういう意味ではね、はい、横浜選手とのまたいい関係っていうのを築けることは自分にとっても後々プラスになるっていう。そうですね、すごいですね。いやいやいや、そこまで考えてこう腹黒い。いやいや、腹黒くはないですよ。そういうことではない、まあ、言い方変えるとそういう面もしかしたらあるかもしれないですよ。でもなかなかねそこまでこう協調性を持ってこうチームのためにって動けるっていうのは本当に素晴らしいなと思いますね、はい、横山選手とは同い年に、ね、はい、同い年ですね。じゃあもう結構普段から仲良く。そうですね、はい、結構話して同い年多いよね。同い年6人、ね、前にあの電話で出ていただいた時も話しましたけど26歳多いですよね。多いんですよ、すごく僕たちなんか頑張んなきゃいけないですね、多いんで、はい、でしかもまあなんか同い年の選手がみんな仲良さそうっていうのもすごくいいですよね。どうなんですかね。あ、そうでもない。いやいやいや、仲いいと思いますよ。はい、みんな仲いいですね、このチームは。ありがとうございます。さあ、そして逆に今季ここまで個人的に悔しかった試合を教えていただきたいんですけれども、矢渕選手はいかがですか。はもう後期の
うん、ホームでやったいわき戦、まあ、チームも負けたし、はいはいはい、僕も出場なかったんで、まあ、なんかモヤモヤする試合でしたね、うん、なんか言い方も本当にモヤモヤしてるって感じしてそうな感じしましたもんね。やっぱりすごい伝わってきましたからね。表現力があるなと思いましたけどね、はい、もやもや、まあ、やっぱりある意味こう藤原真史がやりたいことを逆にやられてしまったみたいな部分もちょっとありますもんね。まあそうですね、でまあいいチームだよね、いわきはね。いやいいチームですね、うん、そして渡辺亮選手もやはり悔しかった試合はいわきとの試合かか、ね、はい、もうあの1試合は多分、まあ、出てた選手に関わらず本当に藤枝真由に関わる全ての人が多分悔しかった1試合だと思うので、まあ、その悔しかった試合を晴らせるのは、まあ、残りの4試合まず1試合1試合しっかりと勝って J2 の舞台でリベンジすることがあの次の、まあ、目標というか大きなところだと思うので、はい、まずそのために目の前にある90分というのをあの全員で一体感を持って戦っていきたいと思います。そうですね、今、はい、あのスタジオ前に来てくださってるサポーターの方々から拍手が起きてましたね、はい、ありがたいですね、こんな寒い中来ていただいてもう頭上がりません。気遣いの人ですね本当に。いやいや本当に本当そうですね本当にそう本当にそう。さあそして個人的ニュースをお二人に伺おうと思ってたんですけれども、先ほど2試合連続ゴール中矢渕選手、そして昨日で26歳という話僕の方から2人に振ってしまったので。そうなんですよ、拓郎さん先に触れちゃってるんですよなのでですね、ちょっとチームのプロフィチーム の, あのホームページに書かれているプロフィールの方から僕ちょっと伺いたいことがあるんですけれども、はい、まず渡辺亮選手、はい、口癖のところにこのパパパパパパパってあるのは、これはどういう口癖ですか？これはちょっとあの文章だけ見たらやばいやつなんですけど、あのまあ前にいた沼津の時に、はい、コーチがこう何ですか、ね、アジリティとかをやる時にこう、はいはい、手叩いて、でそれでパパパパパって言ってたのをあの選手同士でいじってそれを口癖にしたって、まあ、口癖でもないんですけど。なるほど、はい、なるほど、そういうことだったんですね、はい、でも岩渕選手今やばと言ってましたが、実は岩渕選手のこのパーソナリティプロフィール結構やばいところがあるんですよね。ええ、全然やばいじゃないですか。もしサッカーをしていなかったらという部分、他の選手みんなあのサラリーマンとかあと宮大工とか職業を書いてるじゃないですか。宮大工渋いですね。あの岩渕選手だけもしもサッカーをしていなかったら今はない。いやかっこいいですね、なんかかっこいいんですけど、もしもサッカーをしてなかったら今はないってほぼ文章になってる。いやまあそういうなんかそういう捉え方もありかな。そうですね、まあまあいろんな捉え方ありますからね。そして自分を動物に例えると、他の皆さんみんなちゃんと動物なんですけど、岩渕選手だけティラノサウルスって恐竜なんですめちゃくちゃ強いじゃないですかいやこれ難しいじゃん、動物に例えると、まあね、結構ね岩渕選手こういうところなんか面白いなと思ったんですよね。そして僕最大に笑ったのが、蹴っ飛ばす小僧がもっと人気者になるためには、これも皆さんなんかホームページでいろいろとかね、動画でいろいろとか書いてるんですけど、矢渕選手飛ぶ飛べるかといういやだいぶやばいっすよ。ブチ君も滑らしたあちょっと今のは拓郎さん悪いですね、ちょっと悪意ありますわ。難しいっすよね、ちょっといじりすぎちゃいましたいやでもすごく面白いなと思っていやこういうところにね、なんか矢渕選手のこう隠れたこう才能がある気がするんですよね。いや俺のそれで終わりですか？そうお前のいやいや俺はもう最初触れてもらったんで。そうですね、矢渕選手あんまりいい普通の話の方はないかなって、ね、いやいや、さてちょっと時間押してしまってるので、ここでじゃあ矢渕選手からのリクエスト曲に行きたいんですけれども、ケツメイシの曲リクエストいただいてますが、こちらはどういった理由からでしょう？わなんか中学校の時すごいよく聴いてて、はいはい、まあ、それからもうずっと聴いてるんですけど、車でも流すし、なんか大好きで、じゃ長年にわたって好きな曲。そうですね、もうずっと聴いてます、はい、それでは曲紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、ケツメイシの涙。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。藤枝前 FC 徹底応援番組東根前 FC、 本日は藤枝前 FC 背番号8番フォワードの岩渕亮太選手、そして背番号38番同じくフォワードの渡辺亮選手のお二人がゲストです。番組の後半からはお二人に2択アンケートに即答でお答えいただき、その結果をもとにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。というわけで、はい、究極っぽいけど大して究極じゃない2択アンケートというのはなんかだいぶ矛盾してますやっておりまして、はい、お二人にお答えいただこうかと思います。まずはサッカー編4問ありますのでよろしいですか？はい、よろしいです、はい、だいたい 2,3 秒以内ぐらいでお答えください、はい、それでは参ります。1問目、
ゴールを決めたときにより興奮するのはどちらのシュートですか。 A ペナルティエリア外からのシュート、 B ゴールキーパーをふわりとかわすループシュート。 A、 もし延長 PK の順番を選手同士で決めろと言われたらどっちを選びますか。 A 自分の蹴りたい順番を自分からみんなに言う、 B 他の選手の希望を聞いて空いた順番に自分が入る。 B、 A、すごく憧れていた先輩選手から悪質なファールを受けたらどっちを選びますか。悪質なのでとりあえず文句は言う、あ、ごめんなさい、 A 悪質なのでとりあえず文句は言う、 B 文句は言わないけど大げさに痛がる。 B、 B、試合でフィールドプレイヤーの誰かがアクシデントによりゴールキーパーをやらなくてはならなくなりました。どっちを選びますか。 A 自分が指名されないよう存在感をひたすら消す、 B 自分が指名されないために他の選手を推薦する。 B、 A、はい、ありがとうございます。結構分かれましたねお二人ね。そうっすね、ゴールを決めた時により興奮するのは岩渕選手はペナルティエリア外からのシュート、そして渡辺亮選手は、ゴールキーパーふわりとかわすループシュートという、はいはい、これ僕逆かと思ってましたお二人、結構意外な気がしましたね。多分僕これループシュート苦手なんで、あ、やりたい、そういう感じで俺もあるから、そっちの方がありえるからなさそうな方が逆に一緒かもしれないですね考え方。なるほど、はい、なるほど、そうだね、はい、普段の自分の得意なプレーよりもっていうことですかね、はい、それとまあ逆のプレーを。なるほどなるほど、面白いですね、選択したってことだと思います、はい、そして延長 PK で選手同士で順番を決めると言われた場合、岩渕選手は他の選手の希望を聞いて空いた順番に自分が入ると、うん、そして渡辺選手は自分の蹴りたい順番を自分からみんなに、はい、これは何か理由はありますか。いや、なんかそんなに主張するタイプじゃないと思います、そういう場面で。なるほどなるほど、性格的に周りのみんなの見てから伺って、見てから別にそこでいいやみたいな感じの決め方しちゃうと思います。渡辺亮選手は自ら、そうですね、僕は主張して美味しいとこ持っていきたいので、はい、5番目って言って気がしてもらいますね。なるほどぽいね、ぽいですよね、うん、そしてすごく憧れていた先輩選手から悪質なファールを受けた場合は2人とも文句は言わないけど大げさに痛がると。これはやっぱり憧れてた先輩選手には文句は言いづらいですか。まあ、というか文句を言うっていうこと自体が、うん、っていう好きじゃないっていう。あ、なるほど。でもなんか相手に対しても今までまあ同じような質問で憧れていた先輩選手ではないんですけど、はい、悪質なファールを受けた場合にっていうの結構とりあえず文句を言うって選手も多かった。あ、まあ、でも量もあんま言わないんじゃない、わかんないイメージないね、はい、言わないようにしましたね、二、うん、人とも。じゃあそこら辺はあまり普段から言わない、はい、そうすね、大人ですね二人ともね。うーん、昔はこんなんじゃなかったんですけど、ね、あ、そう、はい、まあ、でも確かにあのあんまり言ってね、逆にお互い行きたいとしちゃってカード出たりすると損するだけですもんね。そうです、それがもったいないっていうのを最近分かり始めました。なるほど。そして誰かがゴールキーパーをやらなければならない場合、岩渕選手は他の選手を推薦する。いや、もう自分で考えて、あの確実に俺じゃない方が絶対いいから。なるほど。他は自分で考えて、あのこいつでしょっていうのは言うと思います。そして渡辺亮選手は存在感をひたすら消す。いや、これ本当は C で僕がやるっていう選択肢欲しかったんですけど。お前さ、なんか本当ですか。いや、全然、僕小学校3年生ぐらいまでキーパーとフォワード両方やってたんで。あ、そうなんですね、はい、でキーパーでドリブルしてボール取られて監督によく怒られてました。実は以前はその選択肢入れてたんですよ。はい、ただその選択肢を言う選手が今まで誰もいなかったんで外したんですけど、はい、あ、そうだったんですね。そうですね、僕 C でお願いします。いけそうですね。だから俺多分それで言ったら、あの量がいいんじゃないですか。なるほどなるほど。ありがとうございます、面白かったですね。とってもさあ、続いてじゃあプライベート編に参りましょう。プライベート編も4問です。最初の1問目です。真夜中に一人で行かなければならないとしたらどっちに行きたいですか。 A 廃墟となっている田舎の病院、 B 人も車も通らない山奥のトンネル。 B もし予知能力が手に入るとしたらどちらが欲しいですか。 A 自分の未来が詳しくわかる、 B 世界の未来が大雑把にわかる。 B 友人の披露宴で一人で余興をしなければなりません、どっちをやりますか。 A ほぼ笑いが取れる渾身の一発ギャグ、 B みんなに褒められているカラオケの18番。 A 最後です。今すぐもらえるとしたらどっちを選びますか。 A 10万円当たっていることが分かっている宝くじ1枚、 B まだ当たっているかは分からない宝くじ1000枚。 B
ありがとうございます。今回は全部一緒ですね。一緒ですね。びっくりしましたね。面白いですね、このパターンって。これお初だな、このパターンは。初めてですか。はい。真夜中に一人で行かなければならないとしたら、お二人とも山奥のトンネルの方がまだマシだと。いや、これはどっちも行かないです。いや、もう本当 C の行かないです。行かない一択です。やっぱでも病院、廃墟の病院よりはまだトンネル。いやじゃないですか。なるほど。でもやっぱり怖いのは嫌ですよ、ね。いやめちゃくちゃ嫌です。絶対行かないですもん僕。でもこういうのね、たまに平気な人もいますから、ね。いますよね。すごいですよね、だから。さあ、そしてもし予知能力が手に入るとしたら、2人とも世界の未来が大雑把に分かる、はい、自分の未来が詳しく分かるよりも世界の未来の方を知りたいってですね。それは理由はどうしてですか。いや、もうやる気なくなっちゃいそう。あ、自分の未来が分かる。つまんないですよね、自分の未来が分かっちゃう。どうなるのかとか。そうですね、確かに。で、世界の未来ならね、それに合わせてなんかちょっと対処したりもできたりもする、まあ、そうですね、はいはい。さあ、そして友人のヘロヤンで一人で余興するとしたら、二人とも笑い、ほぼ笑いが取れる今週の一発ギャグ、はい、これ意外でした僕。二人とももしかしたらカラオケに行くかなと思ってたんですけど、いやいや聞いてない。自分がメインじゃないですかね。そうそうそう、結婚する人がメインなんで、それで、はい、周りが絶対笑ってくれるんだったら、やんなきゃいけない、盛り上げる方、一発でな。あ、2人ともすごく協調性がありますね。周りのことをちゃんと考えるっていう。さあ、そして最後、今すぐもらえるとしたら、2人ともまた当たってるかわからない宝くじ1000枚。これもさっきの多分未来のやつと一緒で、はい、当たってるって分かってるとつまんないじゃないですか、うんうんうん、なんでその当たるのを探してる時が楽しいんで。なるほど。でも結構これ選手によってやっぱ現実的な方法。そうですね、現実主義者の人は10万円取るかもしれないですね。矢渕選手も同じ理由ですか。いや、もう楽しいですよね、うん、そっちの方が夢を取りたいっていう、はいはい、面白いですね。ありがとうございます。これがね、本当こっちのプライベート編で全部同じ答えになったのは初でしたね。ありがとうございます。これ 毎回あれですか、変わってるんですか。まあ、問題も少しずついろいろ変えてはいるんですけれどね、結構本当皆さんバラバラの回答だったんで、はい、ありがとうございます。さあ、それではここで時間の方来ておりますので、2曲目、渡辺亮選手からのリクエスト曲なんですけれども、マカロニ鉛筆、これあのチームのプロフィールの方にも好きだって書かれてましたね、はい、そうですね。で、最近よく聞く歌なので、はいはい、これをリクエストさせていただきました。はい、それでは曲紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、マカロニ鉛筆で恋人ごっこ。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC、 お送りしてまいりました藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC、 そろそろ別れの時間近づいてまいりました。この番組毎月第2第4水曜日生放送です。次回は2週間後11月9日水曜日の放送となります。もう11月になっちゃうんですね。それではここで本日のゲストのお二人から番組のリスナーの皆様、そしてファンサポーターの皆様に向けて一言ずついただきましょう。まずは岩渕選手からお願いいたします。はい、もう本当に今クラブとして初めてこう昇格争い本格的にしていて、ラスト4試合あの僕たち選手はもうアグレッシブに、熱いプレー見せていくんで、あのぜひ背中を押し続けてもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。そして渡辺亮選手もお願いいたします。はい、まずスタジオの前でこの寒い中、見に来ていただいた皆様ありがとうございました。まあ、今ブチ君もおっしゃってたように、残り4試合勝つので1試合でも多く皆様に見ていただけたらと思うので、ぜひ一緒に戦ってください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。次回放送までの間に行われる藤枝マイ FC の試合スケジュールをお伝えいたします。まずは10月30日今度の日曜日です。 J3 リーグ第31節アウェーゲーム、ガイナーレ鳥取戦、アクシスバードスタジアムで13時キックオフ。そして翌週11月6日日曜日 J3 リーグ第32節こちらもアウェーゲーム、 FC 今治戦、ありがとうサービスイメスタジアムでこちらも13時キックオフとなっております。伊藤さんの方からお知らせは大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですか。それでは少しだけ渡辺選手いろんな気遣いそうなんですよ、はい、少しだけ時間があるので、メッセージをご紹介できる範囲でしたいと思います。まず渡辺亮選手、はい、ハッピーバースデーメッセージがいっぱい来ております。 ありがとうございます。はい、そしてですね、こちらラジオネームがないんですけれども、試合に勝った後ゴール裏で写真を撮ると思いますが、いつも亮君が笑ってないのが気になります、なんでですかって過去笑いで来てるんですけども、それはそういうやつですね、一人だけ笑わないっていう。なるほど、はい、そういうキャラクター性をちょっと貫いてる。ちなみにそれ奈良橋にも突っ込まれました。なるほど、奈良橋高選手も同じこと言ってたんですね、はい、そうですか。さあ、そして、こちらも渡辺亮選手、インスタのストーリーで選手間での やり取り毎回楽しみに拝見しておりますというメッセージもいただいておりますし、あと
ラジオネーム7歳ちゃんの母さんは、26歳初ゴール楽しみにしてます、目指せハットトリックというメッセージをいただいております。はい、ぜひ楽しみにしててください。素晴らしい回答ですね、ありがとうございますまあね、今日はちょうどね、昨日が渡辺亮選手のお誕生日だったということで、はい、本当にね、すごいタイミングにして、ね、そうですね、タイミング良かったです ね、はい、ありがとうございます。ちょっと僕宛てのメッセージありますか岩渕選手宛てだったですね、お二人宛てがね来てる形なんですよね、まさかと思う、はい、僕もってことですね、はい、そうですね、うちくもだから安心してください、大丈夫です、来てますから、大丈夫です。ホーム残りわずかとなりますが、そのまま一体感で J2 昇格を応援していますというメッセージいただいておりますので、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。というわけでお送りしてまいりましょう。おお、もう時間がやばいですね。ここまでの間に DJ 拓郎とほほ伊藤咲でした。最後は全員でせーの、さようなら。生放送今終わりました。岩渕選手と渡辺亮選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとだけ質問させてください。はい、まず岩渕選手には、この中でこれを機に挑戦したことというチームに書かれているプロフィールにステイホームが大好きと書いてありますけれども、いや、なんか特になくてそうなんですか。なんか自分、俺家好きだなって気づきました。あ、そうなんですね。はい、それはペットと戯れたりするのが楽しいっていう感じですかね。はい、家族。あんまりじゃああれですか、休みの日にこう外にアクティブに行くっていうよりはこう家にいるのは。そっちの、まあでもあれデイキャンプしたりとかもしますし、ーバーベキューしたりね、なるほど、そういうのはやりますけど、まあ家が多いかな。なるほど。そして寝るときにパーカーをかぶるというのが今だから明かせる秘密に書かれておりますけど、いや別になんか秘密も特にないからその振り絞った的なね、振り絞って、そう、これは今でもそうなんですか。あ、もう寒いっていうか顔冷えちゃうのが嫌で、おーパーカーかぶって寝ます。なるほどなるほど。頭とかあんまり冷やしたくないみたいな感じですね。そういう冷やすってか眠れないっていう感じですね、冷えちゃうと。はい、ありました、ありがとうございます。そして渡辺亮選手、はい、特技のところに人間観察と、はい、書いておりますけれども、これもまあなくてですね、はい、あ、2人ともひねり出した感じなんですね。そうです、ギリギリひねり出してまあなんとか人間観察っていうところで、ほう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 、はい、結構じゃあ冷静に人を見てるところがあるんですか。そうですね、なんか意外に見ちゃうんですよね、うんうん、意識してなくてもっていうところはあります、ね、あいつはこういうやつだなみたいな感じに。まあそうですね、そういうわけじゃないですけどこんな一面もあるんだみたいな感じなんですけど、ちょっと伺いたいたかったんですけど、はい、最近一番笑ったことというところ、ニマズの同期がウイレレでミスした選手にブチギレてとかのを見た時っていうふうに書いてあるんですけど、身内ネタで申し訳ないんですけど僕よく2019を対戦してたんですよ、はいはいはい、で2020以降になっちゃうとこうゲーム感がちょっとなくなっちゃって、はいはいはい、面白くないんですけど、2019までだとそのゲームっぽくて楽しくて、でまあ僕はリバプール使ってて、はいはいはい、彼がマンチェスターシティを使ってて、あ、なるほど、海外のチームだったんですね。そうなんですよ、はいはい、そこの、まあ、とあるセンターバックの選手がもう盛大にミスをして、でその選手の名前を叫んでブチ切れたのが腹かかに笑っちゃったっていうお前のミスなのかな、なるほど、操作のミスなんですけど、その選手の能力のせいにしてて、それがもうすっごい面白くて、うん、これお二人に質問なんですけど、はい、まあ、僕らこうサッカー選手じゃない立場からすると、はい、ウイ入れみたいなのやってると、はい、どうしてもまあこうお話しするときはなんとか選手って選手ってつけたりしますけれども、はい、ああいうゲームの時とかって、はい、例えばこう本田とか、はい、俊介とかってこう呼び捨てにする感じで何やってんだみたいになるわけですけれども、はい、やっぱり選手でもゲームやってるときはそういう感じになるんですか。日本代表の試合見ててもそうなる全然もう関係ないですよ、そんな。やっぱりそこはもう同じ感覚なんですね。そうですね、なるほど、見てる一人として叫んだときはいっぱいありますね。もう普通に試合を見ててもそういう感じということでね、はい、分かりました、ありがとうございます。今日は楽しいお話をありがとうございました。ありがとうございました。はい、渡辺亮選手に渾身の一発芸を見せてくださいというメッセージも来ていたんですけれども、はい、いかがですか。わかりました、じゃあ今から渾身の一発芸は次回で、はい